国か忘れたけど、カンボジアだったか。内乱か何かのせいでひどく治安が乱れて、山賊とかが横行していた国に PKO か何かでが自衛隊が派遣されたら、その途端にぴったり犯罪が収まったって話があったが、自分たちが何百年かかって逆立ちしてもかなわなかった白人を電光石火で叩きのめし、アジアから追い出した大日本帝国軍のめちゃ強さが語り継がれていたせいだとか、英霊たちから受けた恩恵は計り知れないな。スーパー装備を持った自衛隊が山賊どもをぶっ倒してくれるんだぜ、キャッハーと誤解されて、先方に違います、復興支援です、そういうことをしに行くわけではございません、と解いて回った話ならある。カンボジア自衛隊カンボジア派遣、カンボジアの山賊、日本軍が帰ってくると活動自粛、自衛隊派遣部隊、期待に応えてパトロール、でも脅かしの効く機関銃がないカンボジアへの携行許可を得ず、木を削って機関銃もどきを作ってパトロール用車両に設置、自衛隊派遣部隊周辺地域の治安良好に、朝日新聞、木彫りの機関銃だとバラす、ここまでは知ってる。そういえばモザンビークだったかに自衛隊が行った時、当時の防衛庁長官だったかなが現地政府を訪問したら、自衛隊は日本の戦闘部族の人間でしょう、やはりお強いんでしょうな、って言われたらしい。何でも部族単位で考えるから、そんな言葉が出たらしいが、さらにその高官が、日本の軍隊は相当盛況と聞いている、攻撃されたらすぐ帰るという話は本当でしょうな、と何度も念を押してくる。アフリカ諸国を植民地化していた欧州諸国は駐留軍が攻撃されると、それを口実に軍隊を増強し支配を強めていくという手口をよく使ったので、それを警戒していたらしい。いえ、日本は攻撃されたらすぐに撤収します、そのための輸送機も常に待機させていますと答えたら、ようやく向こうは安心したらしい。確か中谷元の話、西はインドまでしか行ってないのに、どれだけ恐れられてんだよ日本人。2007年投降軍